これはアニメ的にどうなのよマリサー。一体どうしたんだ霊夢。いつもに増して荒れてるな。今、アニメを見ていたんだけど炎上してるのよ。アニメ？炎上？どんな理由で炎上していたんだ？すっごくしょうもない理由の炎上よ。しょうもない理由の炎上アニメだったらいくつか知ってるぜ。ほんと？気になるわ。じゃあそんな霊夢に、しょうもない理由で炎上したアニメを4選紹介しよう。どんなアニメかな？楽しみだわ。それじゃあゆっくりしていってね。カテキョーヒットマンリボーン。それでは早速説明するが一つ目は、カテキョーヒットマンリボーンだ。あんまり聞いたことない名前のアニメね。これは一体どんな内容のアニメなの？カテキョーヒットマンリボーンは、天野明さんによる日本の漫画だぜ。週刊少年ジャンプでは2004年26号から、2012年50号まで連載され、一度も休載がなかった。8年間もお疲れ様ね。一度も休みなくするってすごいわね。全部で42巻で、タイトルの家庭教師は、家庭教と読むのが正しく、家庭教師の読みは誤りなんだぜ。発行部数はいくつぐらいなのかしら？2016年7月時点で累計発行部数は、3000万部を突破しているぞ。結構な数を発行しているのね。ところでどんな物語なのかしら？それでは少しあらすじを紹介しよう。お願いするわ。波森中学1年生で主人公の沢田綱吉は、運動も勉強も何もできない落ちこぼれなことから、ダメ綱というあだ名で呼ばれていたんだ。ひどいあだ名ね。ある日、そんな綱のところに黒いスーツを身にまとった赤ん坊のリボーンがやってくる。黒いスーツを着てる赤ん坊？何者なんだろう気になるわ。最強の殺し屋ヒットマンを名乗るリボーンは、綱をイタリア最大のマフィア、ボンゴレファミリーの立派な10代目にするために、派遣されたことを告げるんだ。何その急展開。綱は困惑しちゃうわよね。マフィアのボスになることを堅くなに拒否する綱だが、リボーンは突然彼の家庭教師を始める。綱はリボーンを追い出そうとするが返り討ちに遭い、マフィアのボスを目指す羽目になる。という話だ。なるほど、なかなか面白そうね。本作品の序盤である単行本7巻までは、基本1話完結のギャグコメディとなっているが、8巻からの黒曜編以降は綱や仲間たちと、他のマフィア関係者である敵との戦いを書いた、バトルメインに内容が切り替わるんだ。ふむふむ、ダメ綱という名前は到底似合わないわね。そうした戦いの中で成長していく綱や仲間たち、リボーンと綱の教師と、生徒の絆を描いた作品となっているんだぜ。少しだけあらすじを聞いたけど面白そうね。でもこんな面白そうなアニメが、しょうもない理由で炎上してしまうんでしょう？そうだ。その炎上理由なんだが、あまりにもひどい作画崩壊によって炎上してしまうんだ。そんなに気になるほどの作画崩壊かしら？見ている人にはわかると思うが、作画崩壊しまくっているぞ。作画崩壊というかキャラが全くの別人になっているんだ。ちょっとわからないわ。一体どういうことかしら？この画像を見てほしいんだが、ビフォーとアフターで全然キャラが変わっていないか？確かに全然知らない人に変わっているわ。こういった作画崩壊によって、炎上してしまったということだな。確かに作画崩壊ってファンを大切にしているの？って思うけどそんなに炎上になるぐらいなのね。まあ、人によって怒りの沸点が違うからな。なるほど、てっきり炎上って言うから、女性を殴って当たり前みたいな発言をしているのかと。それはさすがに干されてしまうぜ。他にも、何とも言えない表情が放送されてしまったり、作画崩壊が目立っているんだ。でもこのアニメって今より少し前のアニメだからしょうがないんじゃないかしら？それを思えない人もいるってことだな。なるほどね。それでは二つ目のアニメを紹介しよう。遊戯王デュエルモンスターズ。二つ目は遊戯王デュエルモンスターズだ。これは私も知ってるわよ。あらすじは知らないけどね。全部にわかじゃないか、霊夢。うるさいわね、たまたまよ。このアニメは遊戯王のテレビアニメ第2作で、原作のカードゲームを再現した、トレーディングカード商品が人気を呼んだことをきっかけに、再アニメ化されたシリーズ、ホビー遊戯王オフィシャルカードゲーム、とタイアップしている。ちなみに1998年にテレビ朝日系で放送された遊戯王アニメ第1作と関連性はないぞ。え、そうなんだね。それは全く知らなかったわ。っていうか作者さんは一体誰なの？遊戯王自体は、高橋和樹さんが書いたんだぜ。2000年4月18日から2004年9月29日まで、テレビ東京系列で放送されたんだ。全部でなんと224話もあるんだ。途方もないわね。でもそれだけ人気があるアニメだもんね。その後も再放送が現在に至るまで実施されているんだ。そんなみんなに愛されるアニメが炎上してしまったんでしょう？一体どんな理由で炎上してしまったのかしら？第128話のサブタイトルであり、登場人物のマサキアンズがやらかした、遊戯王史上最大と言っても過言ではない、ネタバレをしてしまったんだ。確かにネタバレは嫌だけど128話のサブタイトルって、一体どんなサブタイトルなんだろう？ではサブタイトルの紹介をそのまま読み上げるぜ。ワクワクするわね。ヤメテラーの翼神竜の特殊能力で、ギルフォード・ザ・ライトニングを焼き払われたら、闇のゲームでモンスターと繋がってる、城之内の精神まで燃え尽きちゃう。お願い、死なないで城之内。あんたが今ここで倒れたらマイさんや遊戯との約束はどうなっちゃうの？ライフはまだ残ってる。ここを耐えれば、マリクに勝てるんだから。次回、城之内シス。デュエルスタンバイ。
完全にネタバレで草これはいくらなんでも炎上するわよ。これは今でこそネタ枠だが、当時のファンは相当びっくりしただろうな。でもその前のあらすじをよく知らないから、なんとも言えないわ。この時、城之内はマリクの持つ神のカード、ラーの翼神竜の効果によって炎で焼かれるという状況で、闇のデュエルによって実際に自らにもダメージが与えられる状態の中、耐えることができるのかというところであったんだ。なるほど、クライマックスだったわけね。視聴者も城之内が来週どうなるのか、ハラハラしながら見守っていたに違いない。そうね、次回が楽しみでしょうがないよね。そこに次回、城之内出である。もう制作者たち狂ってて笑う。なかなか面白いしょうもない炎上だよな。そうね。でもこれは少しファンに同情するわ。では三つ目を紹介していこう。楽しみだわ。推しの子。三つ目は今話題の推しの子だ。お、推しの子ね、知ってるわよ。お、霊夢、知っているのか？あらすじを紹介できるか？主人公の愛は日本で有名なアイドルで、妊娠してしまって、って感じでしょう？まあ、大雑把そんな感じだな。もう少し補足してあげるわ。お役に立てず申し訳ないわ。まずは物語序盤のあらすじからいくね。地方の産婦人科石五郎はアイドルグループ、B 小町の絶対的センター星の愛の大ファン。患者の病室でライブ DVD を流すほどの筋金入りのオタクで、曰く美しいものを見ると健康に良いから、充実した日々を過ごしていたんだ。筋金入りのオタクね。そんなある日の診察で彼に衝撃が走るんだ。なんと病気療養中のはずの愛が、双子を身ごもった妊婦として目の前に現れたんだ。ぶっ倒れる案件ね、それは。最初こそショックを受け、葛藤するが、愛の母としての幸せ、アイドルとしての幸せ両方を絶対に掴むという思い、そして、子供は公表しない、愛を持ってファンに嘘をつき続けるという覚悟を受け、全力で彼女をサポートすることを誓うんだ。なるほど、ファンの鏡ね。そしてこの五郎が何者かによって、殺されてしまうんだ。急展開ね。死んでしまう瞬間愛の出産を願いなくなってしまう。なんて悲しい結末なのかしら。しかし次に目が覚めた時はなんと、愛の子供として転生していたのだった。だから推しの子ね。ああ、そうだ。それで推しの子の何が炎上しているのよ。6話エゴサーチで恋愛リアリティ番組、今からガチ恋？始めます略称今ガチに、出演していた黒川茜が、SNS の誹謗中傷を受けた展開について、テラスハウスに似てると指摘された問題が挙げられる。ほうほう、似ているだけで非難されるって嫌だな。アニメ推しの子6話放送日は2023年5月17日、テラスハウス出演者、木村花さんの死亡が確認されたのは、2020年5月23日なので、それぞれ問題になった時期が近いことも、炎上理由の一つとなっている。木村花さんの母親が反応し、それに賛成反対の意見が上がるなど、アニメ推しの子の炎上問題が加速しているんだ。なるほど、そういった理由で炎上しているのね、知らなかったわ。それでは4つ目を紹介していこう。新世紀エヴァンゲリオン。四つ目は新世紀エヴァンゲリオンだ。これは日本人なら誰もが知っているアニメよね。残酷な天使のテーゼは私のカラオケのお箱よ。でもこんな大作アニメがしょうもないことで炎上したの？ああ、そうだ。まず作品の紹介からいくわ。1995年10月4日から、1996年3月27日にかけてテレビ東京系列他で放送され、テレビアニメ全26話と劇場版がある。結構古くから放送されてるアニメなのね。どんなあらすじなのかしら？舞台はセカンドインパクトと呼ばれる大災害により、人口の半分が死滅した世界において、人々は暮らしていたんだ。人口の半分って相当な被害ね。少年怒り真嗣はある日別居していた父怒り言動によって、特務機関ネルフに呼び出される。そこで突きつけられたのは、人造人間エヴァンゲリオンに乗って人と呼ばれる敵と戦うか、帰るかの二択だった。別居中のお父さんに突然言われてたらびっくりするわよ。考えた結果、真嗣は傷だらけの少女綾波レイを守るためエヴァに乗ることを決意するぜ。女の子が傷だらけだったらそれは断れないよね。そこからいろんな人と出会い自分自身を見つめ直す、笑いあり感動あり、成長ありの日本のアニメとして誇れる、いい作品なんだぜ。なるほどね、歌は完璧に歌えるけど、ちゃんとあらすじを見なきゃいけないわね。ぜひとも見てほしいぜ。それで炎上理由って何なのかしら？アニメブームを巻き起こし社会現象にまでなった名作エヴァンゲリオン。難解なストーリーで知られるエヴァンゲリオンだが、この最終回の言葉では意味不明だと、いろんな人から非難されているんだ。最終回？それは一体どういう言葉なの？それは真嗣の心内描写なんだが、心の中のような空間で真嗣が様々な登場人物たちと会話し、最終的におめでとうと祝われるシーンで、たちまち炎上したんだ。じゃあその最終回は一体どんなあらすじなのかしら？全ての人を倒したことで、ゼーレの企んでいた人類補完計画が始動するんだ。エヴァ最終回は真嗣の心内描写から始まる。真嗣は自分の心の中の綾波レイ、アスカ、ミサトと話し合い、父親である怒り言動などと話し合いをするんだ。
その結果、それまで自分自身を嫌い、価値を見出せないでいたシンジはあることに気づくんだ。それが、自分の考え方次第でより良い世界になるということ。つまり、殻を破りすべての自分を受け入れたんだ。なるほど、シンジって自信のない男の子って印象が強いし、軽く鬱みたいな感じだったけど、いい方向に進んだのね。そうだ、自分次第で周りは変わると、シンジは知るんだ。ふむふむ、自分に価値がないと思い込んでいるシンジは、エヴァに乗ると他人に褒めてもらえるので、それが自分の全てだと思っている。そんなことないんだよ、と言ってあげたいわね。しかし改めて自分とは何なのか考え始めたシンジは、心の中の霊、アスカ、怒り言動との語り合いを通し、自分は自分であり、その上で他人との関わり合いが、自分を作っているということに気がつくんだ。気づけてよかったわ。場面は変わり、人のいない平和な世界でシンジが学校生活を送るシーンだ。そこには幼馴染のアスカや転校生の綾波レイ、クラスメイトの友達と共に、普通で楽しい学校生活を送るシンジがいる。このあるかもしれなかった世界を見たシンジは、自分や現実を嫌なものだと捉えていたのは自分自身で、世界をどう捉えるかは、自分次第なのだということに気がつく。そして、ありのままの自分を受け入れられるようになるぜ。自分や世界を受け入れられるようになったシンジの周りを、レイ、アスカ、ミサト、怒り言動などエヴァンゲリオンに登場した様々なキャラクターが取り囲み、拍手を送る。おめでとうと彼らは順番に言い、シンジを称える。シンジはそれにありがとうと笑顔で答え、エヴァ最終回は幕を閉じるんだ。まあなんとなくあらすじを聞いたけど、確かにこれは意味がわからないわね。炎上した理由も少しわかるが炎上するほどのレベルか?と私は思ってしまうな。人によって怒りのベクトルが違うからなんとも言えないけどね。作画崩壊は少し笑ったけど。ということで、異常がしょうもない理由で炎上したアニメだぜ。この動画が好評だったらみんなの意見を参考に第2弾も作っていきたいからな。また、チャンネル登録をするか動画をもう一本見ていってくれると嬉しいぜ。じゃあ、今回は以上だぜ。ご視聴ありがとうございました。